悪い還元の仕方だ。わさび昆布。何？あ、ありがとう。食べるの？うん、食べる。嬉しいんだね、うん、今日暑かったね。ああ風があったから良かった。うん、風はね。見たかと思ってる。顔見てて吠えるからな。そう。でもさ、お客さんが帰るときは吠えないんだよね。にも種類がいっぱいあるみたいな。箕面芝とか、うん、縄文芝とか。やってたっけな。え、分かんない。やってた、うん、何で。抹茶色の芝がいるだけ。今すげえ少なくなってんだって。抹茶色の芝ってなんだろう。昨日やってた、そんなの。真っ黒とか抹茶色。何にも人に吠えねえだって。なんだろう。6種類ぐらいいるみたいな。どういうやつ。川上犬とか違うでしょ。川上犬は芝じゃないよね。マッチ、ザバッザバッザバッ。小梅の芝とさ、ハチの芝は違う芝だよね。思うよ。だって1と8が違う。違うよね。もともと。だから、どっちかに偏っちゃうよな。くんとは8よりだしさ。何ですか、ハチくん。お前最近余裕じゃん。動きやしねえやろ、こいつは。わしは疲れたような顔してる。ゴロ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 してる。いちなくなっちゃった。どっか行った。いちどっか行っちゃった。さっき井上の猫が大喧嘩。嘘。畑ほっこりだらけになったんで。やーげっ。これ見てるだろうな。やっとひげかげったな。ちょうどいいね。かけると涼しくなる。これでも冬は一気にさ、10度ぐらい下がるわけじゃん。確かに。たまんねえ。ずっと半袖いたけど、今寒くなって上着着てる。すぐ寒かった。
ちゃらちゃらちゃらするな。うん、くんっておとなしい。イーチャーどこ行った？イーチャー本命だから。あれ、いないよ。あ、いたいた、トイレしてた。なんかイーチャーはいつもトイレしてるな、あいつは。もうダッシュで帰ってくるよ。あれ、帰ってこないかな。一応おいで、帰っておいで。